今回はここのねエアロ、まあバンパーの部分とかをこう接着するっていう工程がねカーモデルにはよくあると思うんですけれど、これってよく加工途中っていうかな、まあ作っていく上でねポロンとこう外れちゃったり剥がれちゃったりしてね、なんかまあ残念な面倒くさいようなね事故がよく起きると思うんですけれど、これのねその外れるっていう事故を防ぐというか、まあそれは無理すれば取れるようにはなっちゃうんですけれど、まあ少しでも強力につけたい、そんなことをね大体誰もがね思うと思うんですけれど、僕の場合それをねどうやってやっているかっていうのをね外れにくくするためにっていうのを今回紹介しようかなと思います。で使うのはこちらね、アロンアロファ。まあこれ100均で売ってる、まあ僕の場合これを使っちゃうんですけれど、アロンアロファというよりも瞬間接着剤であれば何でもいいと思います。まあゲル状とかいうよりも液体の方がいいかな。あ、ちなみにね僕ねこれに入れて保管してる、この中にねこういう乾燥剤もね一緒に入れて、この缶ね非常に使いやすい、ちょうどこうやって入るしね。でやり方なんですけれど、まず用意するのはこの液体の瞬間接着剤ね、今だとゲルとかいろいろあるんですけれどこっちの方がいいです。でこの加工する手順としては、もう今これ見ての通りねサフを拭いてこう1枚めくったような状態、それからこうやってとりあえずいつものこれで軽くくっつけてあるだけです。もちろん軽くくっつけてあるんでね外そうと思えば外れちゃうということで、この状態から強力接着をしていきます。なぜこの状態から強力接着していくかっていうと、要はよくね経験あると思うんですけど、まあ、この蓋にもあるんですけれどこうね発火しちゃうんだよね。塗装した後にアロンアロファを使うと、まあ、瞬間接着剤のようなこういう系のものをね使うと発火しちゃって、せっかく塗装した面がね残念なことになったりするんで、なので計画的にやっていかないと後からつけないといけないっていうようなものっていうのは、まあ逆に言っちゃえば強力につける必要もないんで、この状態からこういろいろね、触りたいっていう時にはね触ってる時に外れちゃうからっていうことで、これはこの状態から始めます。でまずティッシュを用意、ティッシュをまずね貼りたいと貼るべきところ、まずここの場合はねこれはもうパーツになってるんで、こことここが別のパーツになってる、これこいつとこいつは一体のパーツになってるんでね、ここにまず貼りたい。ここは一番やっぱりこうポロンとこう剥がれてきやすいポイントになってくるんでね、ここの部分のサイズに合わせてティッシュを切る、ティッシュを切るのもちょっと僕の場合見えるかな、見えるか、 こんな感じでね除菌。あ、ちなみにこれねうちのリーダーに教わった、実際にこれやったらね剥がれなくなったからね、リーダーよくね僕はね師匠って言っている人なんだけどね、見えるかな、こうの方が見える、ここの方が見やすいか、こうね、でここにこう当てがう、こんな感じ。たまにねコメントでねくれる黒釜っていうね人がね、いつも僕は黒釜さん黒釜さんって言ってるんだけどね、師匠は僕がカーモデルをね作るきっかけになった人だね。あの人にねいろいろねこう基礎知識を教えてもらってね、で僕今の僕が至るって感じかな。こんな感じ見えるね、よしよし。でここに結構多めにつけちゃう、見える見える、要はねティッシュにこう湿らせてやってね、
よし、こんな感じかな。こうしてやる。まあなぜこうするかっていうと、まあなんとなくね、師匠に教えてもらって自分なりの解釈なんだけど、結構このまあ瞬間接着剤をよく使っている人ならわかると思うんだけど、なんかこう固まるとね、ガラス質みたいな感じになるよね。まあそれの加減で、要はこう裏が強化されるような感じかな。こんな感じで、これでしっかり乾かしてる。まあ一晩寝かせれば十分じゃない。まあ瞬間なんでね、ほんと一晩もいらないぐらいだけど。でこういう感じでね、両方やってあげる。なんでこれを応用して、いろんなところにね、こうやってつけてやると外れやすいところ。なんで最初の流し込み剤の時とか、まあ普通のね接着剤を使う時に、ある程度こうマスキングテープとかで引っ張ってあげて、こういうものの場合だとよくこうこういうふうにハの字にこう広がっちゃってね、バンパーが、このプラスチックの形状上にね。なんであえてもうここをね、マスキングテープでこうくっつけて引っ張っておいてやって、接着してあげる。でその状態でこれはね作業をしてあげると、しっかり形状を維持しながら固まってくれると。その際にね、自分の手にくっつけたりしないでね、しないようにね。もちろんね、くっついた時には、まあ、よくこの瞬間接着剤の説明書とかにも書いてあるんだけど、注意事項とかにね書いてあるんだけど、ぬるま湯でね、溶かしてやるような感じになるかな。まあ、よくしっかりくっつけたいところっていうのをこういうような感じでねやってあげるといいですよ。まあ絶対に剥がれないとは言えないですけど、非常に剥がれにくくなります。なんでこの状態でいつものね作業をされると、剥がれにくさっていうの、剥がれにくさね、剥がれないじゃないよ、剥がそうと思えば多分ねきっと剥がれちゃうけど、結構ね丈夫い。もちろん今このね後ろもやったけど、この前のねここの部分とかね、ポーンってなっちゃうからね、ある程度もこのマスキングテープでさっき言ったみたいに引っ張った状態で固定してあげて、このままだとこうね研ぎ出しやるときとかってよく割れやすいんだよね。ということで、ここにまたこう貼ってね、強化してやる。もちろんこのね横の部分もこのまま状態だと外れやすいから、どっかこの辺ね、まあキットによっていろいろね違うんでね、様々なんで、まあ自分でいろいろ考えてやってみてもらえるといいと思います。まあこの辺だと、ここはねなんかちょっとこう見た感じ隙間があるんでね、この辺にティッシュでも適当にこう詰め込んで、こうね隙間あるんだよね、これここにこう今見えるかな、ここここね、これ隙間なんだよ、この間ここにティッシュを詰め込んで流し込んで固めてやるとか、どっかこう引っ張るいいポイントっていうのをねやってやるといいかなと思います。なんでまあその辺をねよく考えてね、まだ固まってないな、結構ねカチカチになるんでね、まあこういったこともね参考にしていただけたらと思います。やるのとやらないのとではものすごくね差が出てくるので、やることをおすすめします。僕はね大体こういうのは絶対やる。さすがね、師匠だね、いいこと教えてもらったので、まあ僕もね皆さんにもいいモデリングのね参考になったらと思います。ということで今日はこの辺にしようと思います。またねいい情報やらねいいネタ等があったらねアップしようと思いますので、また見てください。バイバイ。